マリナちゃんです。マジ最近暑すぎじゃない？みんなね、熱中症に気をつけてよ。水分とかね、ちゃんととって過ごしてね。さて、本日はですね、久々の裏技のお話、そして珍しく DMZ についての動画を届けたいと思います。今回の情報は自分ちゃんが教えてくれるよ。ネタ提供にとても感謝。この子は DMZ にね、とても詳しい子なの。そしてこの情報は一つの過ちから生まれた偶然の産物。海外勢すら知らない情報になっております。さて、本日の動画はこちら。 DMZ ソロで無限にお金を増量、いつでも正直マックスになる裏技。金じゃ金じゃ金、お金だー、お金だ、お金、お金。そんな私のチャンネルでは、最新情報やみんなの知らない裏技やバグなどの解説や検証をしております。皆さんの身近に起こった困ったことなど、気軽にコメントや Twitter の DM とかでぜひ教えてください。追求して動画で解決方法を出したりしておりますので、ぜひ気になった方はチャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。では本編どうぞ。さて、今回紹介していくのは、まさかの DMZ。 結構熱狂的なファンがいるっていうゲームモード。様々な任務をこなしていき、 DMZ 内でしかもらえない限定のアイテムが多々あるので、それをゲットしていくゲーム。これは私の解釈。そしてこの DMZ はゲーム内でデズをしてしまうと、所持していたアイテムが全部ロストになっちゃうの。つまりお金や武器がなくなっちゃう。とってもやばいゲーム。装備が整ってない時とか、大量にねお金が必要な任務もめっちゃある。お金はとても貴重で、なかなかたまらないの。しかし、冒頭で少し見せたように、この技を使えば一人でもそれができる。どこかのウサギさんが二人いてお金を増やす方法を出してたわね。のんのんのん、甘いわ。所持金がゼロでもマックスまで上げてみせましょう。さらにこれは一人でできる。では術式を開示します。まずこれにはある任務が必要となります。それはクラウンの中にあるどん底っていうミッション。これを選択中の任務に入れて進めていきます。この任務自体の内容は、お酒を対価にコードをもらって部屋からね、研究文書を回収するっていうものになってるの。ゲームステージはアルマズラに入ります。アルマズラに入ったら、ミッションにあったお酒、道中で冷蔵庫から酒というねアイテムを一つ拾っておきます。そしたら場所はね、どこからでもいいんだけど、コスチェイコンプレックスに入る。そして中枢部にあるショップを目指します。そこにあるデッドドロップに先ほど拾ったお酒を入れると、コードが手に入るの。これが裏技のコードメモ。一番大事で大切なアイテム。パクリマ、これはね、売ると一見ね、ただの200ドルのゴミかもしれないんだけど、実は売っても売っても消えない、消えない。カチ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 、これすごくない？ポイントと注意事項を言うならば、これはこの試合中だけなら、お酒を一度入れてしまえば、他のアイテム、ワイン、アーマー、弾薬、ネックレス、水でも非常食でも入れれば、このメモがね出てくるようになる。お酒一回入れたらね、そのメモを売り続ける限りお金は増やすことができる。そして注意事項、これが大事。1、先ほどのどん底、これをクリアしてはいけません。これをクリアしてしまうとメモがね出てこなくなってしまいます。なので仮に部屋を開けても機密文書を回収しないで帰ること。2、
このどん底が任務にある時しか使えないの。どん底がねない時に試しに入れてみたけど何も出てこなかったわけ。3、売ってる最中にたまにねメモが消えて関係ない大事なアイテムまでね売ってしまったことがあるの。これはめちゃやったんだけど、連打に夢中になりすぎてさ間違ってね消しちゃったりしたの。例えばコスチェイだとさ核燃料の棒とかさ集めたりするでしょ。売るのはねマジで一瞬もう関係なくピンピンピンって、ね、全部ねなくなってあはーってなったもん。こんな感じにビビ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 、もう連打が連打が、あー間違ってる間違ってる間違ったね、言っちゃった。なのでぜひねみんなも注意してください。そんな感じ。さあ本日の動画はどうだったでしょうか。ちょっとね前回が長すぎたので今回はねとても簡潔にまとめました。で今回の動画は DMZ だったけど、もうねこの情報をもらって全くね DMZ さ今シーズンやってなかったのよ。一からねそこまで行くのがね大変だった。なんかちょっと変なイントネーションだったけどこのさキャラなんだけど、このブラックマウスのクレア、これね最後の報酬なのよ。いや5 DMZ がさ出た当初から噂になってたやつで欲しかったのに先延ばしになってさ消されちゃったの。やっと出たからさもうどうしても欲しくて、もうブラックマウスだけね無理やり最後までやったのよ。だからもう1週間ぐらいずっと DMZ にこもってたDMZ の動画も面白そうなものはね出していきたいので、ぜひ DMZ の子たち何かあったら教えてください。よろしくお願いします。COD が純粋に好きな方、私のことが気になった方はぜひチャンネル登録や高評価コメントなどよろしくお願いします。ここまで見てくれてありがとうございました。ではまた次の動画で。